はい、いつもありがとうございます。坂です。今回はね、前回の調光動画のヒットルアーであるデカダッチについて詳しく解説していこうかなと思います。こちらですね、デカダッチ、今回ヒットしたもうそのものになります。はい、カラーは漆黒かな。はい、結構プロ系のルアーですね。こんな感じ。はい、いわゆるね、こうビッグクローラーベイトっていうジャンルになるんですけれども、レイドジャパンのね、人気ルアーのダッチのでかいバージョンみたいな感じではあるんですけれども、まあ結構ね、別物だったりするんですが、まあ、ダッチよりもね、比較的手に入りやすいし、まあダッチもね、最近結構もう店頭並んでたりとか入荷もして、なんかそんなに爆速で売れるって感じではないんですけれども、まあ比較的ね、どこのお店行ってもデカダッチってのはあると思うし、結構ね、中古ルアーとかでもポロポロ落ちたりするので、ちょっとね、手に入りやすいし、まあ身近かなっていうルアーになるかなと思います。もちろんね、こうレイドの公式のね、チャンネルの方でデカダッチだったりいろんなルアーの動画のね、解説とかもあるんですけれども、最近もね、なんかデカダッチとデカダッチみたいな動画も出てて、まあその辺でちょっとまあ見てもらえれば、もちろんそっちの方が詳しいし本家なんでですけど、まあ結構ね、基本的な情報はあるんですけれども、僕としてね、結構使ってて結構奥が深いなと思ってるルアーになります。まあ、ただね、こう実際に持ってるけどまだ釣ったことがないとか、もしくはちょっとサイズもでかいし抵抗あるなーって人も少なくないと思います。まあ、今回の動画を見ていただければ、そんなデカダッチの使い方や出しどころを知ることで、いい魚のね、一発出せる水面のね、エキサイズな釣りができるヒントを得れる動画になっていると思います。まあ、バスジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方とか、季節ごとのバス釣り攻略などバス釣り関係の動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。では早速本題に入っていこうと思います。まあ、いくつかのね、項目を分けて解説していこうと思います。効果的な状況と季節、ダッチとの大きな違い、アクション、動かし方のポイント、タックルセッティング、この4つで解説していこうと思います。ではね、それぞれ解説していきます。まずね、効果的な状況、季節ですね。まあ、季節的には正直ね、水面が強くなる時期ですよね。まあ、基本的に季節的な部分で言うと、水面が強くなる時期がもちろん最も一番効果的なんですけれども、もしくはね、水温が上がり始める晩春とかね。で、結構水面が出る時期ですね。まあ、水面が出ないなっていう時期以外はほぼね、使っていけると思います。特に春だったら、例えばボリュームベイト。まあ、ボリュームのね、あるものをこう、目がね、こう、ぼやけてるから、でかい方が気づいてもらえるし、より捕食、大きいね、そのプリの魚とかね、狙いやすかったりするんですよね。なんで、全水面系で言えば、非常に守備範囲が広いかなと思います。もちろん、晩秋で、こう、散った魚とかに対しても非常にアピール力の強いルアーにはなるので、しっかり拾っていける、そんな今イメージですね。なので、ね、基本的にこう、守備範囲っていうのは非常に広いルアーになると思います。もちろんね、大前提として、こう、水面に出やすい、もしくはね、餌をしっかり追いかけている個体がいる時であれば、効率よく狙っていけるルアージャンルになるかなと思います。まあ、天候もね、曇りとか、いまいちバスの位置がつかめないとかね、目の前のポイントに対して魚はいる可能性は高いけど、っていう場面でね、非常に効果的だと思います。あとはね、濁っている場合でも効果的です。このだけね、シルエットがでかいもの。まあ、下から見ただけでもね、これだけありますから、要するにある程度レンジが下の魚であっても気づいてくれるし、このね、しっかり効果的に使っていけるものだと思います。なのでね、状況としては結構サーチ的な扱い、もしくはまあアームとかじゃ弱すぎる、見切られてしまうって場面で出してあげるのが好ましいかなと思います。まあ、前回の動画のようにね、魚は入ってきたけど、ワームだと効率が悪いとか、気づいてもらいにくいとかね。そういう場合、まあ、もちろんね、ワームが食わせには特化してるし、で、逆に言えば、これって正直その、ワームってその操作する上で、やっぱアクションのコツだったりとか、いろんなところで食わせる要素、もちろんね、こう腕がすごい出るところだと思うんですよ、フィネスって。で、やっぱりそこでうまく決まった時ほど、魚はこう見切らないし、口を使ってくれるって場面があるんですけど、このね、ビッグクローラーベイトに関しては、まあ、クローラーベイトもそうですけど、基本的に巻くだけでいいので、もちろん巻きスピードとかいろんな調整、微妙な加えとか使い加減とか、ね、いろんなものが合わさって、より効果的には働くんですけれども、基本的に、やっぱりこのルアーっていうのは巻いてあげることでね、誰でも簡単にね、こう魚をこう騙せることができるっていうルアージャンルになります。なんでね、こう条件がね、すべて揃った時、水面出やすいとか、その他諸々の条件が揃っていった時に出してあげると、まあ、効率よくね、いい魚を呼び込んでくれるっていうルアーになります。はい。で、次ですね、ダッチとの違いを紹介していこうかなと思います。ダッチがね、ちょうど今ここにあるんで。はい。これがダッチですね。まあ、サイズ感ちょっと見てもらったらわかるかな。はい、パッと見たらもう全然違いますよね。ボディ形状とかも実は全然違って、ダッチってすごい細いんですよね。こっちってこうお腹側がボリュームボコってなってる、要するに浮力の違いが全然あるんですよね。でもう基本的にやっぱダッチっていうのはフィネスで使うものなので、ワームをね扱うイメージで使うっていうのが、まあ僕は個人的に一番正しいかなと思います。要するにこうあの角にいる、すごい小場所に対してよりフィネスでシェイクして誘いたいっていう時でも、水面を使って誰でも簡単にこうカチ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 としながらね泳がすことができます。で、結構巻き加減に関してもデッドスローで引いたりとかできるできないあるんですけども、こっちはデッドスローでめちゃめちゃ引いてあげるのが個人的にはおすすめかなと思います。もちろん早く引いてあげることでより魚をね効率よく釣っていけるってこともあるんですけども、僕は個人的にダッチはやっぱフィネスで使っていくものだと思っています。で、デカダッチっていうのはその要素を兼ね備えた上でフィネスの部分をちょっと削いで、
でより広範囲にねサーチしていくことができるっていうことなんですよね。で場所も選ばないので基本的にその要するに小場所に対してもそうだし大きな場所でもライン上でもいろんなね場所に対して使っていくことができます。なのでサーチ的な要素もうこのラインこのストレッチをじわじわと引いていきたいとかよりこのところに対して強いねルアーで使っていきたいとかいろんな状況でね合わせて使っていけるのがいいかなと思います。なのでダッチはねこうどちらかというと呼び寄せるというか一定でカチ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 しながらなんかすごいふわふわしてるものがあるので作っていくみたいな、まあ、水面出にくい時とかもね非常におすすめです。なので例えばもちろんねこっちっていろんな魚取っていけると思うんですよ。その活性があるやつでもいいし活性が低い魚ねしっかり水面出やすいけど出にくいとかそういうところも取っていける。ただこっちに関してはほんとでかいルアーなのででかめの魚だったりとかよりこういうシルエットを求めている魚に対しては非常に効果的に働くので同じルアーデカダッチダッチね種類が同じ、ね、名前であっても全く別物なのでその用途で、ね、使い分けてあげることも全然可能だと思います。はい次ねアクションを動かし方のポイントってところですね。アクションを動かし方のポイントなんですけどもデカダッチに関しては基本的に巻いていくルアーになります。まあ、もちろ ん, なんかシェイクしたりとかすることまあダッチって意外とテクニカルに使えたりはするんですよ。そのちょっとなんか提灯みたいなすることもできるしそういう使い方できるけどデカダッチに関しては基本的に巻いていくだけです。なのでここは結構負けスピードっていうのがかなり重要になってくるんですよね。なのでデッドスローに巻いてあげるめちゃめちゃゆっくりねちねちねちねこんな感じでね動かしてあげるっていう方法と、まあ、もしくはレギュラーリトリーブまあファスト結構早巻きに関しては破綻する可能性もあるのでまあ結構ね意外とめちゃめちゃ早く巻いてもぐるぐる回ったりしないのでそういう使い方もできないことはないかなと思います。まあ、そうなってくると正直僕は個人的には他のルアーを使ってあげた方がいい。ブルタングだったりとか、バズベイトだったりねそういう系使ってあげた方がいいかなと思うので基本的にはやっぱデッドスローに巻くのとレギュラリトリーブこの2パターンかなと思います。でデッドスローで巻いてあげることっていうのはよりシルエットを大きく見せたいとか見せたいとかねこうできるだけ魚を見てもらえる時間を作りたいとかもしくはレンジが違うこうすごいちょっと中層に浮いてる魚を呼び寄せていきたいとか離れた場所もっと遠くに離れた場所に魚を呼び寄せていきたいとかそういうケースで使っているのがデッドスローに引くのがいいかなと思います。なんでやっぱでかい魚とかに関してはやっぱデッドスローの方が正直出やすいかなっていうのは個人的な意見ですね。そのゆっくり引いてあげることでよりでかい魚を見切らせる前に食わせるみたいな感じのイメージですね。であとレギュラーリトリーブなんですけどまあまあ強い動きで泳いでくれるんですよね。で今回釣った時もどちらかというとレギュラーリトリーブよりですねまあできるだけ広範囲に探っていきたいしやる気のある魚なんでそこまでこうじらす必要はないかなっていうことでまあちょっと早めにね巻いてあげました。なんでこれに関してはアピール力が非常に高いのでもうすでにフィーディングに食い気のものね入っている魚に対しても強くアプローチすることができると思います。なのでその時々で、ね、状況とかフィールドの狙いたいポイントに対して使い分けていくのが一番おすすめかなと思います。はい、じゃあ最後にタックルセッティングってところですね。基本的に今ダッチとかノーマルタイプっていうのはこれどんなタックルでも使えます。基本的にベイトタックルであればまあミディアムぐらいまでいけるしミディアムライトがでもまあギリギリいけるかなと思います。ただデカラッチに関してはちょっとどうしよう重たいのでこれ重さ的には2オンスあります。相当ね重たいルアーなんでタックルをねちょっと選ばないといけなくなってくるんですよ。なのでいざそのバーサタイルで標準なロッドしか持ってないとかいう場合であるとかなりきつくなるんですよね。ですけど正直ね、まあ、ここはね僕もあの自己責任でと思うんですけどミディアムヘビーぐらいの竿だったら正直投げれないことはないです。要するにその水の抵抗がめちゃめちゃ強いわけでもないし竿にめちゃめちゃ負担がかかるわけでもないのでまあ基本的にこう投げる時も背負って投げるというかなんていうんですかこうビュンって飛ばすんじゃなくてゆっくりこう下から上に投げるぐらいの気持ちで投げてあげるぐらいで使えば別にまあ使えないことはないかなと思います。であとはリールに関しても、ハイギアとかローギアとかあるんですけど基本的にはやっぱノーマルギアぐらいが一番使いやすいかなと思います。まあ、僕今回使ってたのはハイギアなので、まあ、ハイギアでゆっくり巻いてあげる、まあ、エクストラハイギアでもゆっくりは巻いてあげることはできるけどできるだけねこうやっぱどうしてもその状況に応じて巻きスピードって速くなりすぎちゃうことがあるのでそこら辺をねゆっくり巻いてあげるものがまあ好ましいかなと思います。まあそれはね、まあリールに関しては正直、ガングラー側でいくらでも調整はできると思うので、クランクとかね、そういう場合の巻き抵抗とか気にしないルアーではないので、まあその辺はね、もう持っているもので問題ないかなと思います。で、ラインのセッティングなんですけども、今回はね、20ポンドのフロロカーボンを使ってました。まあビッグベイト併用ロッドで使ってたので、一応それで言ってました。ただ普段は僕、ダッチもデカダッチも P ラインで組むことが多くて、で、P ライン何がいいのかっていうと、フッキングのね、ノリがめちゃめちゃいいんですよ。結局デカダッチとかダッチ、まあ、跳ね物系ってそうですよね。出た時ってこう乗った時にどうしてもこうミスバイトしてしまう可能性が多いし、まあ、フロントフックにね基本的に食い込んでくることが多いですよ。このフロントがねお腹側にこうバイトしてくるんで、まあ、結構バイトのそのバラシの率は低いんですけど、P ラインを使っていることでよく出た瞬間にもう腹筋決まってるみたいなことがあるんですよね。そのメリットは非常にあるかなと思います。でフロロに関してはじゃあ何がいいのかっていうと今回使ってたフロロっていうのが、まあ、やっぱ水面ちょっと出にくいっていうか出にくいなっていうこう季節感ですよね。今出やすい時期ではあるけどトータルしていまいちだなっていうちょっと感覚があったのでフロロカーボンでちょっと沈めてあげることができるんですよね。
本当はねクローラーベイトってこうラインをつけないのが一番ベストなんですけど、水面にねちょっと差を立ててあげてつけないことで見切られないみたいな感じの使い方がいいんですけど、僕は個人的に今はそのちょっとフロールを使って若干沈めながら、ちょっとね水をかく量を多めにしてあげるみたいなセッティングの方がいいかなと思って今回そのセッティングで行ってました。まああの状況下では正直その濁りがそんなあったわけではないので、まあどうなのかなってとこあるんですけど、トータルでねそういうラインのセッティングでも腹筋の良さだったりとかルアーのね泳ぎ自体も全然変わってくるので、この跳ね物に関しては、なのでその辺はね自分の使いたい状況でね合わせていただければいいかなと思います。まあこれからねどんどんまた水面夏に向かってくると、僕は P ラインで組んであげるのが基本的に多いかなと思うので、まあぜひぜひねセッティングしていただけたらいいかなと思います。まあ、結構ねフロッグタックルで併用してたりするので、そういう使い方もできるので、まあ何か参考になれば嬉しいです。はい、今回ねこちらデカダッチのね紹介をしていきました。まあもちろんねもう使われてる方も多いし、もう結構出てから長いルアーですし、まあダッチ両方持ってる方とかね、どちらか持ってる方、まあいろんな方がおられると思うんですけれども、やっぱりね本当このポテンシャルすごいなと思います。僕も50アップ数本を撮ってるし、もっとたくさん撮ってる人はいると思いますけど、やっぱりねこのデカさでね敬遠しがちですけど、本当にすごい誰でも使えるって言ったら本当に僕は間違いじゃないと思うので、基本的に巻いてあげるだけで、そういうちょっとしたルアーの水面使う時期であれば、別に他のルアーよりも非常に簡単に使えるルアーで、でかい魚を呼び込んでくれると僕は個人的に思うので、ぜひぜひね今回のが少しでも参考になれば嬉しいです。まあ比較的手に入りやすいので、はい、また検討してみてください。はい、では今回ね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。